Z1 レーベルヒトマースはドイツ海軍の駆逐艦。艦名は1914年のヘルゴランとバイト海戦で指揮官を務めたドイツ帝国海軍少将レーベルヒトマースにちなむ。1934年10月10日寄港。1935年8月18日浸水。1937年1月14日収益。1938年5月に スウェーデンのイエーテボリを1939年8月にセウタを訪問。1939年9月3日、グダニスクワンに駆逐艦、ボルフガングツエンカーと共に侵入。ヘルに停泊中のポーランド駆逐艦、ビヘル、キライフセツ艦、グルイフ及び砲台と交戦。レーベレヒトマースは、被弾、損傷。スビーネ・ミュンネで修理を行う。 1940年2月10日、駆逐艦、ビルヘルム・ハイド・カンプ、リハルト・バイツェン、テオドール・リーデル、ヘルマン・シェーマン、ブルーノ・ハイネマン、ボルフガング・ゼンカー、エーリヒ・ケルナー、フリードリヒ・エッコルトと共に、イギリス沿岸に嫌いを伏せした。2月18日、戦艦、シャルン・ホルスト、グナイ・ゼナウなどと共に出撃。ノルウェー沖での通商破壊に向かう。 シャルンホルストなどとは途中で分かれ、スカゲラク海峡で通商破壊を行った後2月20日に起動。2月22日ビーキンガー作戦に参加。作戦中に遊軍機に誤爆される。爆弾が命中しその後爆発、沈没。原因はイギリス軍の不設した嫌いによる可能性あり。乗員286名が死亡。ありがとうございます。